声。あなんでなんでいるの。お久しぶり。この前行ったんだよお店。本当？本当。そしたら今ママタイ行ってますよって。僕日本語学校行ったんですよ。あのアンチの近くの日本語学校。日本語学校で？平田日本語学院。あ、そう。うん。またねー。はい。なんかそういうの夜に違うんです。偶然だよね。歩いて帰った。いやー。アンチ先生、久しぶり会いました。アンチ先生っていうのはタイマッサージの先生で、2000年ぐらいから多分もうねマッサージ20年ぐらいやってますね。ねえ。いやーいいね。わー美味しそう。潔いよね。メニューがね面白い。全部ね1000円っていうで、ね、いいね。潔いね。おいしそう。うちと東南味合うから、うん、味とか味付け合う。これはタイの本場の味。いや、いやないすごいね。味のもと入れない。入れないの。東南味合うから。都内と違うね。全然違う。でもすごいね。もうこれはさ、都内のタイ料理屋さんだったらなんか880円とかさ、なんか780円とか650円とか細かいでしょ。ここはだいたい全部1000円とかね。1000円多いね。シンプルでいいね。スパッとこう1000円のメニューがダーってこう並んでます。フッサのタイ料理ジーンズ、早速味見ですねしています。どんなメニューが来るか楽しみいい店ですね。まだまだ小さいから。ママはタイは何県なんですか。タイ、はい、チェンライ。チェンライ。日本はもう長いですか。大体17年。17年。でも綺麗だから、いや前は何の仕事ですか。もうタイレストラン。タイレストランどこですか。ちょっと結構遠い。結構遠い。茨城です。茨城遠いね。遠いです。行けない。茨城ね、はいはい、茨城のどこですか。茨城は水戸。水戸。あるね、水戸はね。タイマッサージもタイ料理も結構ありますね。結構あります。うん、楽しみでございます。茨城ね、牛久とかね、ありますよね。荒川沖。あ、荒川沖結構入るんですね。かすかすみ。ワン、ツー、ティー。おー、すごいね。すごいね。怖い。ちょっと怖いね。ムール貝ね。こっちが空心菜炒め。今火が吹き出ました。空心菜。今日のメニューはまずこれは何でしたっけ。熱い。熱いね。熱いね。うん。熱い。味見ですね。スープ、スープ。じゃあスープ、スープ入れてくれますか、じゃあ。へぇー。今日は、何だっけ、ムール貝。何ですか。ムール。ムール貝ね。やっぱりなんかね、これ、チェンライの料理ですか。あの、マコ。マコ。タイ料理、少し。ママお名前は。
私、はい、アリです。アリさん、はい、アリさんはこの近くでショットバーやってるんですか？そうです、ショットバーです。オーダーはあります。あ、そうですか。今回ね、びっくりしたのが、あのフッサにね、タイのお店がいっぱいあったんですよ。だから日本人でタイ料理、タイマッサージ好きな人いっぱいいるから。フッサのこのね、タイタウンにいっぱい連れてきたいですね。よろしくお願いします。だからちょっと後で食べてから他のお店もちょっとくるっと回ってみようかな。フッサ紹介しますね。どうぞ。すごいねこれ。おお。はい、ラワンラワン。これムール貝。いただきます。ムール。うん、やっぱりね、うん、ハーブたっぷり使ってるかな。もう最高。スープ美味しい。これすごく美味しいね。私ね、はい、あのね、一週間前からこれアリバーを食べる、はい、うん、辛い食べない。そう、全然これ辛くないの、はい、そして次が、さっきね、火がバーって出たパッピンパイデン。すごいね。いただきます。うん、美味しい。味噌が美味しいね。もし道内の、はい、道内だったらはね、砂糖入れるとナンプラー。そうですね。うちナンプラー入れない。入れないですか？うん、なんで？あ、心を入れる。心を入れるんだ。うん、味をどう入れる？味をどう入れない。みたいだね。ムーンがね、こっちはナンプラーだった。ごっこか日本人はこない、ごっこないマスターは25年の市長かな。うん、このマスターはあの僕会うの初めてですか？いやいや、タイフェスティバルだったけど。タイフェの初めて。昔どこいましたか？僕、はい、人数2回。でもあまりやってないから。え、歌舞伎町いないですか？歌舞伎町は昔の。何年前ですか？歌舞伎町だからはね、30年、28年とか。いや、僕見たことありますよ、歌舞伎町で。歌舞伎町のプードンとフォンビア。プードンでしょ？フォンビア。フォンビアとプードン。フォンビアでしょ？僕会ってますよ、大学生の時。プードンとフォンビア。そう。だってひげあるから。フォンビアね、こっちこっち。そう、そう。フォンビアの前、昔だったら有名から。僕の友達みんなバンドマンですよ。あのエッディとかね。あのフォンビアで見たことあります？フォンビア、うん、名前付けるから。本当？うん、名前付けるから。フォンビアは確かビルの2階でプードン、うん、プードン2階。そう、僕朝まで仕事してフォンビアとかプードンで朝ごはん大量に食べて学校行きました。うん、そう、みんなタイ人のお姉さんたちがご馳走してくれるから。頑張ってるんですね。そう、夜中働いて朝。そう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 。来ました。あ、切り元を入れないね。絶対厳しいことは。うん、名前誰がいたかな、昔ね。あ、わかった。あのね、僕の働いてたお店の店社長さん、あの台湾人。ラオス人はあれでしょ、あの池袋のプリキーヌの社長。僕の仲間、あの前の作ったから、あのジュワさん、ジュワ、うん、あ、前の作ったから。本当ですか？うん、僕ね、懐かしいね。もう30年ぐらい前でしょ。今はまだ若いですよ。でね、あと誰がいたかな、他には。
台湾人の社長さんいたね。あ、ヒヤカイ。ヒヤカイの家も。ヒヤカイは、ヒヤカイ。お兄さん。めちゃヒヤカイで、ごめんよりごふうん、僕は一番子供だったからみんなが可愛がってくれてます、うん、社長はね、まあ、なかなかいいから、うん、彼の僕の家も作ったからのそうですか、うん、今ジュバさんはガイドさんやってますね。そう今はあんまり儲かないから多いですね。そうですね。でね、カップで買い物で、ラムコは。でも、ジュアさんの奥さんすごい綺麗ですね。綺麗、ラムコ。すごい綺麗。奥さんラムコでも、子供は綺麗よ。かわいい。うん。はい。あと、ベトナムガウガウ。ベトナムガウガウも同じ。僕も行ったから。すごいね。でも、最初から僕も言ったからね、タイにいらないね。ベトナムの人の方がいい。如果你们说那种弄起来蛮苦，难听。我喜欢。次は来ました。日本人、台東、台東。我这边台日本人来ました。そうね。我这麻将来了，日本人。新宿のトランプの店ね、ポーカーもありましたね。女の人が、タイ人の人が入れてーとか言ったね。入れてー1000円とかね。入れて。ポーカーとも。レンガンダイスやんじゃう。おお、すごい。これ何ですか。スペアリブからね。スペアリブ。すごいね。そのまま味がもうついてますから。本当。はい。はい。それの味の素はつけない。もうあいつつけない、絶対。はい、絶対つけない。味音関係ない、心関係ある。はい。美味しい。すごい。食べたらジュってくる。美味しい。すごいですよ。これは美味しいね。これ美味しい、すごく美味しい。ありがとうございます。これはフッサまでこれ食べに来てほしいね。これこれうち人気です。大人気。チャオハンとあとこっちと、うん、あとエビ唐揚げ。うん、これはうまいね。食べたら肉汁がジュって出るんですよ。で、今日はごちそうさまでした。ようこそ。じゃあたくさん紹介します。ありがとうございます。はい、ジーンズさんでした。